ヨーロッパオ,オギハ白ジラは、ハクジラアモク、赤ウクジラかオオギハ白ジラ族に属する小型のクジラである。北、大西洋に生息し、オ,オギハ白ジラ族としては、最初に新種として報告された種である。種商名のバイデンズは、下顎にある特徴的な2本の歯に由来する。当初は、ヨーロッパオ,オギハ白ジラに固有の特徴であると考えられていたが、現在では、 オーギハ白ジラル一般に見られる特徴であることが分かっている。英名のサービースは、このクジラを新種として報告した、イギリスの博物学者であるジェームズ・サワビーに由来する。他の英名としては、ノースアトランティックビークとホエール、ノースシービークとホエールなどが知られる。ヨーロッパオーギハ白ジラギってヨーロッパオーギハ白ジラは、オーギハ白ジラルとしては典型的な体型である。 オスの特徴である下顎の2本の葉は、興奮の先端から30センチメートルほどの奥まった場所に位置し、口を閉じていても外から見ることができる。興奮はやや長く、頭部のメロンは少し膨らみ、噴気口はそのすぐ背側にある。背びれは小さく、尾ひれには切り込みがない。体色は全身が灰色であるが、腹側は明るい灰色である。 ダルマザメによる噛み傷や、オスの場合には別のオスと争った、サイの葉の跡などがあることも多い。生体の体長は、オスが5メートル、メスが5.5メートル程度であり、体重は1000から1300キログラムである。妊娠期間は約1年であり、生まれた直後の体長は2.4から2.7メートル、体重は190キログラムほどである。 赤帽クジラ科では最も北に分布する種で、北、大西洋のやや寒冷な海域、西側はアメリカマサチューセッツ州のナンタケット島からカナダのラブラドール地方にかけて、東側はマデーラ諸島からノルウェー海、北はアイスランド近海にかけての海域に生息する。水深200メートルから1500メートル程度の海域を好む。全生息数は不明である。 IUCN のレッドリストでは情報不足に分類されている。オス、メス、子供で構成される8頭から10頭程度の小さな群をなして行動することが多い。集団座礁することも知られている。主に蚊を食べると考えられているが、解剖によってタラを食べることもわかっている。30分近く潜水可能であることが知られている。 以前はノルウェーによって少数が捕鯨の対象となっていたが、近年では捕獲されていない。漁網などによる本格の被害の報告が少数あるが、種の存続を脅かすほどの影響はないと考えられている。サテーションスペシャリストグループ、メセプラダン・バイデンズ・イン・アイ・ウ・キー・ネ・レトリスト・オブ・セレット・ンド・スピーシーズ・エンサイクロペディア・オブ・マリーン・マーマルズ・ウィリアム・カイ ペリン、ベルント・ワージグ、&JGM、t w ィ s s o n i アカデミック・プレス、ISBN0 から12から55万1340から2ランドル、アール・リーブス、ブレント・ S. ・スシチュワード、フィリップ・ J. クラパム、アンドジェームズ・ A、オーウェル、シー・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、A&C ・シーブラック、ロンドン、ISBN0 から713663340サワビー、S、ビークト・ホエール・テキサス A&、 エムユニバーシティコープスクリスティメセプラダンバイデンズ CMS 改正哺乳類図鑑ヨーロッパハクジラ国立科学博物館動物研究部ありがとうございます。